2024年問題はもうこれは待ったなしで僕は取り組んでいかなきゃならないですね。700キロから800キロ片道かかるもんですから、どうしても労働時間が長くなる。一人当たりの作業を減らすにはやっぱり作業の効率化とか労働時間の短縮とか、もう働きやすい職場っていうのを目指して、やっぱり TPF の問題として一番はその詰まって交換、修理、いろんな問題が絡んでの残業時間だったり労働時間だと思うんで、まあ一つずつ解決するように、いろんな問題点、 TPF もそうだし燃費もそうだし、まあそれが全て解消されるわけではないと思いますけども、そういう方向に向かっているオイルかなと思っています。井出光アッシュフリー。